まさにさーきーい。生かした波はいつか来るからライス。Luckin' the love you は波を解決した。劇場版優しいスピッツの DVD& ブルーレイは、買わない理由が見つからなかった。 はい。もう、これ以上も、これ以下も、ないよね。うん。買わない理由、ないっしょ。うん。いや、マジで、最高ですね。うん。いや、本当に、優しいスペース、僕はあの、映画館じゃなくて、それの前に、ワウワウでね、えー、放送したやつを録画して、えー、見たんですけど、あ、これ、DVD 出ないかなっずっと思ってたら、今日ね、出るっていう発表がありまして、いや、最高だね。で、今回は、あのー、 ちゃんとライブ映像の DVD& ブルーレイに、もちろんいつも通り、えー、CD 音源、ライブの音源も入っても最高ですね。いやもうこれ出してほしい。これめっちゃ買いたいっていう商品を本当にもう出してくれる。そう、本当に我々のニーズにオールウェイズ答えてくれる。スピッツ最高ですね。いやー、本当にもうこれはマジで、もうずっと前から早く出ろって思ったんですよ。うん。 いやあ、ほんと嬉しかったですね。もうこの優しいスペッツのセットリストが何より最高ですよね。もう一曲目のつぐみからも、あ、いいなって思ったし、そう、あとはもうね、サザナミやってくれたりとかさ、ホリデーやってくれたり、早手もやったし、あとまあいろいろね、あの、雪風の、まあ半音上げのね、えー、やつやってくれたりとか、まあ結構、あの、あんまりライブでやんない曲をやってくれたりとか、いや、最高ですね。 なんか他のバンド、まあちょっと例に出すと良くないんだけど、ボーチルドレンボーチルドレンが、ああいうなんかそのスタジオライブみたいなのやった、やったら、やったら、なんか、え、なんでその曲、まだやってんのみたいな。え、その曲もうライブで毎回やっとんじゃんみたいな、クソみたいな、あの、セットリストなんですよ。スタジオライブでも。あの、生のライブですらゴミセトリなんだけど、スタジオセトリだと、あの、スタジオライブのセットリストはもう、輪をかけて、さらにひどいんですよね。 そう。まあ、ミス、ああ、某チルドルだけじゃなくてさ、あの、B から始まって Z のあるベスト版で売り上げの重なしをする卑劣なバンドもさ、なんか、あのー、スタジオライブみたいなの、やったじゃないですか。なんか、YouTube 限定で配信したやつ。あれもさ、選曲がさ、うんちだったじゃん。いや、なんかスピッツは、だから今回、そんな感じで結構立て続けるスタジオライブを結構やってて、で、スピッツもスタジオライブやるって言うから、え、どんな感じなんかなと思ったら、最高のセトリもうなんか、 早くこれ音源で聴きて、みたいな、ずっと思ってたから。いや、やっぱスピッツは別格ですね。なんかニーズが分かってるし、いやいやることなすことなんか、うん、最高ですね。うん、ま、そんな感じで、もうこれ買わない理由ないっすね。うん、いや、音源の DV、あ、音源の CD がついてきてるっていうのはもう決め手になりましたね。ま、映像だけでも、ま、買わんでもないかなって、ま、買ったんですけど、ま、CD がついてくるっていうのはもう本当に、 もう、プラスでしかない。いやー、もう最高、マジで。うん。まあ、この流れで、まあ、ちょっと、まあ、優しいスピッツと同時発売で、ねえ、あの、秘密スタジオツアーの DVD& ブルーレイも出してよかったんじゃねって思うんだけど、まあ、まあ、これから出るでしょうっていうのと、まあ、どうせさ、あの、ね、 あのね、優しいスピッツ出すんだったら、いや、横浜サンセット2013出せよって思いますね。あれもあれでセットリストいいじゃん、めっちゃ。そう、アパートやってくれたりとかさ。そう、僕アパート大好きなんで、そう、アパート唯一やってんのあれだけなんですよ。で、映像で残ってるのって、あれだけなんで、ちょっと、横浜サンセット出せよ、マジで。うん、ほんと無能だな、お前ら。ほんとマジで。うん、いや、出せよ。 ま、そんな感じで、いやー、嬉しいね。立て続けに。今日ね、あの、某ね、あの、黄色い猿のバンドも、あの、ニューアルバム出すっていうから、いやー、ま、それに関して動画出したけど、まあ、スピッツも、リリースしてくれたっちゅうんで、いやー、当に最高。うん。いやー、ちょっとこれ、他にスピッツに期待する部分で言うと、まあ、リリース関係だと、ちょっとカセットテープ出してほしいですね。秘密スタジオでカセットテープは初,初めて出したじゃん。 ちょっとスピッツからミッケまでのカセットも出してほしいね。今最近ちょっとあの、あのスピッツの秘密スタジオの時に出た、あのー、カセット、えー、レなんカセットプレイヤーで、あのー、秘密スタジオを最近聞くんですよ。そう。 いや、だからちょっとこの流れで、スピッツからミッケも全部聞きたいなって、最近思ってるし、まあリリース関係はぶっちゃけ、スピッツ、横浜サンセット出せって思ってるのと、あとまあちょっとまあないとは思うんだけど、余ったりツアー。2010、2005年の。余ったりツアーのライブもフルで見たい。っていうのと、あとはまぁ、ありぐれた人生おい、あの、スピッツのあの、なんだ、あの、ね、あの、ゴースカエートあれ、なんで君とクラスター乗せたのマジふざけんなよ、マジで。 なんで、君とクラスターを、ありぐれた人生蹴ってまで収録したのお前バカじゃねえマジで頭おかしいんじゃねえマジでくソそが。いやまああれはちょっと許せなかったけど。あとはまあリリース関係はまあ、まあおおむね満足なんだけど。まああとはライブの、あの石板、石版うん、なんで俺ファンクラブ入ってて、 なんでファンクラブにも入ってないような、にわかのカスどもが、前の席に座って、なんでファンクラブに入ってあげてるこの俺様が、なんでアリーナの一番後ろやふざけんじゃねえのマジで。クソ運営。お前らゴミだなマジで。金払ってんのに。いや、なんでファンクラブ、買い払ってんのに。いや、買い払ってる意味ないじゃん。ダメだねクソ運営。お前ら最低だろ、マジで。お前らもカスだよ、マジで。チンカス、マジで。いや、まあでも、 スピッツですらカスなんだから、他の奴らなおカスなんですよ。うん。B から始まってずっと俺ベンで売り合いのカスマショーズを比率のバンドもそうだし、某チルドでもカスだし、あの、某オールスターズあの、老外ジジイドもあいつらも本当カスだし、もうドイツもこいつもカスばっかりなんだよ、マジで。いや、本当ダメだ、マジで。本当と、ぶちげそうだ、マジで。まあそんな感じで、いや、ちょっとまあ優しいスピッツ、めっちゃ嬉しかったんで、うん。いやー。 最高ですね。まあ、この動画の規約上ね、あのー、もうあ、なんだ、おおむね、その、話の概要はもう喋ったんですけど、あと残りはあの、完全に雑談ですね。このチャンネルのね、えー、動画の規約上、8分間話せって上から言われてるんで、ちょっと8分間、ダラダラ話さなきゃいけないんですけど、いやー、ちょっとね、最高ですね。ちょっと、いや、多分、絶対、あのー、秘密スタジオツアーも、出ますよね。出ないとおかしいよね、マジで。うん。 これ、あれ、本当に秘密スタジオのあのアリーナの方出なかったらマジで俺ブチギレるんで。そう。あとまあ収録も日替わりのところあのー、サンシャインは絶対入れてほしいし。サンシャイン日替わりだったっけいや、夕日が笑う君も笑うとか、スーパーノヴァ入れてほしいですね。そう。まあ、あのー、け、な、どっちかを選ぶんじゃなくて、どうせだったら日替わりのところ全部入れろよ。うん。まあスーパーノーバーも、まあ、青春生き残りゲームは聞きたいかな。でもスーパーノヴバの方が僕好きなんで、ちょっと、 青春生き残りゲームを、そのなんか、スーパーノブ蹴ってまで入れたりするのはちょっと勘弁してほしいですね。あと、夕日が笑う君もらう絶対入れろ、マジで。うん、それ入れなかったらマジであ、あの、本当あの、ポリドールに抗議しに行こうかなと思ってますね。はい。いやあとは、うん、まあ、そんな感じ。あとは、あ秘密スタジオツアーで言うと、あとあの、ホールの方でしかやらなかった曲、参加とか、あとなんだ、あの、寂しくなかったとか、あそこら辺入れてほしいですね。うん、あそこら辺は別のボーナスで。 入れて欲しいなとは思いいますけどいや、そんな感じで。いや、もう話すことないね。まあ、もう少しで8分経つんで。はい。8分経ったらもうすぐ切るんで。はい。<laughs> いや、そんな感じですね。はい。あ、僕もね、あの、アルバムを出すんで。6月の1日にね。えー、3枚目のアルバム。まだタイトルはちょっと、あの、教えないんですけど、収録曲とか、あの、おいおいね。あの、発表。ああ終わりです。 確率は限りなく、ゼロに近い。夢れは昨日の収まりきれない。ファンオーケー。OK、心のニューメロディー、強烈な。シンパシー持てるから、ファイファイファイ。鼻くさめてよ、君に笑い。